警戒が強そうだな。これでアテナイはそれほど優勢でなくなった。ついてこい。
すぐに見ることもできなくなる。俺を殺してもお前の負けだわしに来たい。俺をそこ必ず見つけ出す。隠れてるのはそっちだろ。ハデスの壁を深く埋めてやる。
羽に糸目をつけない奴がいたんだな。全てはデロスの繁栄のためにやったことだ。あんたの独断だろ。そのときに一人がおるんだ。どうして小声なんだ。シッ、聞こえたら殺される。キーラと反乱軍に協力してる傭兵ね。キーラとは。そうね、賢い選択だわ。でも秘密はいつか明らかになるわよ。必ずね。知ってることがあるなら話せ。兵士たちに見つかったら殺されるわ。前に危ない目に遭ったの。市場の近くに家があって、もうずっと板で塞がれてる。こっそり中に入って、話はその後よ。妙だな、家があるはずだ。物乞いに聞いてみるか。
手紙が残ってる。ポダルケスからの警告だ。金を払って口止めしてたようだ。何についてだ。この女は殺され、尊厳もなく放置された。アテナイのやり先があばらに残ってる。血の足跡だ。子供の。あの箱に隠れてたのか。木の人形。母親と子供だ。片方には M、 もう片方には K の文字が刻まれてる。他には何もない。あの妙な女と話そう。さあ、何を見つけた。死体だ、女の名。アテナイの槍で殺されてた。他には。ポダルケスからの手紙があった。誰かに話せば二人とも殺すと。二人とも。なぜ子供。その子が重要なのか。しっ、聞かれてるかもしれない。小声で話して。他に何があった。人形だ。 K と M の文字が刻まれてた。 M は母親だろう。俺の雇い主を聞いてきたな。 K の小さな人形。子供はキイラか。そうよ、つまり。埃のせいで頭痛がする。教えてくれ。それでも反乱軍の救世主。先が思いやられる。子供がポダルケスの子で、それがキーラだったら。信じられない。ポダルケスはキーラの父親だってことよ、傭兵。そうか。あまり賢くはないようね。キーラに知らせよう。信じやしないわ。目の前で母親がアテナイ人に殺されたのよ。彼女は人生をかけてそれを支持した男を追ってる。でもキーラは神々に救われ逃げた。随分と詳しいな。その場にいたのよ。私があの子を守った。アテナイ人たちが私を殺そうとしている隙にキーラは逃げたの。キーラはポダルケスが父親だと知るべきだ。だが証拠を見つけるまでは言えない。ある夜、家に女が来て、キーラに作った人形を渡すよう頼まれた。ポダルケスが受け取ったなら、どこかにあるかもしれない。なんとも言えない。その人形を探そう。雇い主の正体が分かったわね。
知るべきよ。オダルケスが人形、人形だ。捕まると厄介だ。慎重に行こう。ホダルケスはキエラが作った人形をしまってた。人形に刻まれたピーは父親を表してる。キエラはずっと知ってたのか。反乱軍も真実を知るべきだ。だが血を重視する人間もいる。真実を知ったら彼女を見捨てるかもしれない。キーラは？ああ。もう私が恋しくなったの？キーラ、あんたに話したいことがある。すごい顔。ずいぶんと深刻そうね。座ってワインでも飲むといいわ。
二人きりで話がしたいんだ。ついてきて。きりになったけど、話って何かしら？なんて言えばいいか。ポドルケスはあんたの父親だ。一体何の冗談なの？冗談じゃない。この場で切り殺されたいのかしら？ありえない。キーラ、残念だ。全てを奪われたのよ。どうやって知ったの？あんたの昔の家に行った。母親のことは知ってる。今でも悲鳴が聞こえる。青い鎧と赤い剣の嵐が家に押し寄せてきた。母さんが流した血の上を走って逃げたわ。あそこにはそれっきり行ってない。行かなくてよかった。こっそり教えてくれてよかった。まだみんなには言えない。今はまだ。ねえ、そっとしておいてくれる？少し一人になりたいの。キエラを知らないか？狩りに出かけた。お前を連れて行きたがってたぞ。
そうか、でどこだ。アルテミスの祭壇で狩りの成功を祈ってる。祭壇はここから東、酒場岬の北だ。ありがとう。アルテミスよ、私の矢を導きたまえ。そしてどうかアレクシオスがあの重い足取りで動物たちを怖がらせたりしませんように。静かにしてたと思ったが。それで静かだって言うなら、夕食には踏みつぶした草しか食べられないわ。いい祭壇だ。花の香りで素敵な日々を思い出すの。でも今気にすべきはあなたの弓の腕前よね。祈らなくても標的には当てられる。神々は動物に化けるから、私が来たことを知らせておきたくて。だって私は必ず当てるから。俺を試すつもりか。来て、アイベックスはすばしこいわ。ここにいても始まらない。こっちに私が昔よく狩りをしてた場所があるの。あの頃は狩らなきゃ飢えてた。俺もそうだったよ。最初はネズミを捕まえて料理してた。それはお互い。あそこよ。ねえ、綺麗でしょ。ああ。さあ、弓を見せてくれ。これはいいな。招待してくれてありがとう。来てくれてよかった。あなたのおかげで食料が手に入ったし、備え物もできるわ。見事な腕前だ。俺など必要なかっただろ。とぼけないで。曖昧な関係のままでおくべきなのは分かってるけど。
タレタスを愛してる。そう思ってた。あなたが来るまでは。狩りをすると頭がすっきりして、交わした言葉を振り返れる。それはいいことだ。水辺に素敵な場所があるの。静かだし、二人きりになれる。どう？ああ、喜んで。アイベックスはいないな。デロス人は長く苦しんできた。戦争以来、初めて幸せな気分になったわ。あんたならそれをみんなにもたらせるよ。ここは平和に値する。もちろんあんたも。あなたは？すべてが終わっても、あなたの力を借りたいことはあるはずね。俺の旅はまだ終わってないが、いつかはどこかに落ち着くかもな。あなたは何でもできるけど、落ち着くなんてできるかしら。何が言いたいんだ？はい。真の幸せが目の前にあるのに、未来の幸せを探すのはやめて。そう教えたのはあなたよ。そんな。それで海賊は俺の喉と腹に剣を突きつけてこう言ったんだ。どうやって死にたい？あっさり、それともゆっくりか。うわ、それでどうしたの？奴は俺にばかり気を取られていて、自分の足に俺の槍が刺さってるのに気づかなかった。わけもわからずに死んだんだよ。足に？母さんが教えてくれたコツだ。なぜこんなに話しやすいの？俺たちは似たような人生、似たような苦労をしてきた。遠く離れた場所で育ったにもかかわらずな。あなたが欲しいわ、アレクシオス。今、この星の下で。俺もだ。初めからずっと。気に入ってる島はミコノス島だな。私のお気に入りの傭兵はあなたよ。タレタスにはこのことを。そうね。いずれ知るとしても、今は判断に集中してもらわないと。俺たちも。でも今は。
お疲れ。ソラ。だが我々はまだ生きている。テルモピュライの戦いは私の計画を自滅行為だと言っておいてここへ来るとはな。あんたの演説を聞きに来たわけじゃない。演説するのはアテナイ人だ。スパルタ人は命じる。あんたの部下は勇敢だが数が足りない。増援が必要だ。援軍はおそらく生きてはいまい。アテナイ海軍は強力な上味方の船は海の底だ。俺の持ちだ。海上で戦う気か。勇敢なのか頭がどうかしてるのかわからんな。アテナイの船ぐらいアドレスティア号にはなんてことない。たとえアキレスの生まれ変わりのごとく戦っても海軍を全滅させるのは無理だ。だが船を沈めればスパルタ軍が通れるだろう。別の問題もある。船に兜を置いてきてしまったんだ。父のものだ。船は沈めよう。だがあんたの兜のことまでは約束できない。
んたはここに詳しい。デロスを守る船はどれだけだ。全ての船は沈められないぞ。巡視船に穴を開けて混乱させればそれで十分だ。父親の兜も大切なんだ。ああ、父がテルモピライの戦場で祖父から授かったものだ。あんたはここに詳しい。出ろ。全ての船は沈め。海はとても広い。あんたの船はどこで沈んだ。ミコノス島の北岸沖だ。岸まで泳ぐ際ミルティアデストリデを見た。サメも満腹になってるだろうな。お前のせいだぞ。指揮官の話を聞こうとするのいつも邪魔して。バルドだけはここまでだ。各訓練の実況だ。出航の用意をしろ。Yeah!
シワにつくんだ。戻ってきてくれてよかった。加速、行くぞ。Yeah!
ちと出会える。アデライヘン、アレタスがよろしくか。アルターナースだ、早く入れ。Thank you.
fini, fini thalassa Navruz, fini thalassa, fini thalassa, fini thalassa, thalassa, fini thalassa, fini thalassa, fini thalassa Navruz, fini, majestete. おお、戻ったな。漁師たちが海を切り開くアドレスティア号の話をしていたぞ。アテナイ海軍は混乱してる。ふん、奴らの血をサメに飲ませてやれ。礼を言うのはまだだ。あんたの兜が見つかってない。今はもう父の顔すら思い出せない。兜が唯一の形見だった。だがお前が海軍を沈めてくれた。これで報復はできた。あんたの気持ちはわかる。だが今はここの兵士たちがあんたの家族だろ。アテナイ軍は皆殺しにする気だぞ。ならば奴らを先に叩く。その息だ。なら指揮官を攻撃しよう。アテナイ軍は羊だ。羊飼いを始末すれば群れは逃げる。進軍すれば奴らに蹴取られる。俺は一人の方がやりやすい。指揮官を任せろ。喉元まっしぐらというわけか。だが少しは私にも取っておけよ。指揮官を見つけなくては。密偵によると指揮官は3人。1人は採石場、1人は付近で野営中だ。3人目は行方が知れない。指揮官の情報をくれ。アテナイの親衛隊を指揮しているティサンドロスと戦略家のポレミオンがいる。最後の一人ネオクレス将軍は行方が知れない。指揮官が死ねば増援が来る。あそこだな。丸見えじゃないか。
ニコノス島の大理石を全て集めようが、この槍は防げない。
進め。
そんな遠くまで出る船じゃない。ダメだ。この小舟じゃこれ以上は進めない。
なご用かな。Thank you.
しよう。Thank you.
関わるな。お前の首を狙う。沈む前に引き返そう。
デロスに隠れられると思ったか？お、見つけた。慎重に行こう。指揮官の護衛がいるが、奴を守ってはいないようだ。助かった。やつらは血に飢えている。私を殺そうとしたんだ、脱走兵だと言って。あんたは指揮官に見えるが、我々はもう軍隊とは言えない。任務という名のもとにやることといえば、デロスにいては命はないぞ。俺は船を持ってる。弓は得意か？指揮官になる前は弓兵だった。これでまた弓兵だ。俺のアドレスティア号を探せ。バルナバスという男があんたを待ってる。かくまってくれるだろう。隠れたままでいいよ。
誰だぜ？こんなところで部下と何をしてる？アテナイの腰抜けどもは聖なる島で戦うことを恐れている。ここへ来て挑発すると気分がいい。スパルタ人め、ドイツも同じだな。褒め言葉として聞いておこう。指揮官のことは聞かないのか？もう聞いた。アテナイ軍は混乱していて脱走兵も出ている。スパルタも私もお前に借りができた。気をつけろ、こいつは高くつくぞ。ふん、面白い。キーラが欲しい。キーラか。それとあんたもだ、タレタス。俺は二人とも欲しい。二人が愛し合ってることは知ってるが。アレクシオス、私は、いや、今は戦いに集中しよう。まったく、スパルタ人は戦いのことばかりだな。お前は優れた戦士だ。反乱に大きく貢献してくれた。スパルタにもな。だが、私が来たのはキーラのためだ。タレタス、あんたには誇りがある。自分に欠けてるものを分かってないが、誇りはある。
出血してるな。私を神官に渡すの？あんた次第だ。知ってるかもしれないけど、神々に見捨てられたこの島で殺すことは許されてない。そうらしいな。獣がうろついてるのは知らなかったのね。始末したらドラクマを出すわ。報酬を出すなら獣を始末してやる。そう言ったのはあなたが初めてじゃない。でもドラクマは全く減ってないわ。獣狩りは慣れてる。今回はどんな、クマに似てるけどちょっと違う。アルテミスの悪夢のような獣よ。獣はどこだ？あいつからはできるだけ離れてきた。ここの北、海岸近くにいるはずよ。死体の後をたどっていけばいい。血だらけなほど近づいてる証拠よ。出身アルカディアを通ってきたけど、故郷はコリンティアよ。獣を見つけて殺す。戻る前に全部の血を流し切るのよ。
ターがここにいるべきではない。血まみれの手形、最近のものだ。ナンパすんだ。クマはあれでデロスに来たのか。目録によればクマはアルカディアから来てる。あの女は密輸人だったのか。でもなぜ。手がかりはもうない。あの女の元に戻ろう。
来てたのね。それで獣は？クマは死んだ。報酬はもらおう。だが先にあんたの話が聞きたい。アルカディアと言ったな。ええ。あのクマはアルカディアから密輸されてた。あんたの船の積み荷目録と血まみれの手形を見つけたぞ。話せ。わかったわかったわよ。サルゴンという男のためにクマを運んでたの。でもポセイドンが許さなかった。嵐でここに乗り上げてあの獣が逃げ出した。真っ先に船員が狙われたわ。死体の説明がつくな。私の家族だったわ。十分苦しんだだろう。知られなければ殺されはしない。心のある傭兵なんてあの怪物みたいに希少だわ。ほら、残ったドラクマを受け取って。どうも。そんな怪我をデロス人に見つかるんじゃないぞ。手伝うことはあるか？傭兵、ヘラクレスの行った技の数々を再現しようとしている競技者がいる。そんな。あんたは刺激的な獣を退治し、簡単な仕事でないのは理解して。聞いてないのか？あんたのようなやつを探してた。うちの船員になれば世界を見て回れるぞ。自分が船乗りだと思ったことはないが、一緒に旅する機会を逃せない。仲間にだろう。
ソクラテス、どこに行っても友人を作るようだな。アレクシオス、嬉しい驚きだ。なぜデロスへ来た？デロス人の反乱軍を助ける。助けは本当に必要か？抵抗すると決断しただけで抑圧から解放されはしないか？おいおい、やめてくれ。また議論に巻き込まれるのはごめんだ。だが今こそお前の意見を聞かせてほしいのだ。分かった。兵士たちが反逆者を捕らえた。彼は資金のため聖域で盗みを働いた。さらに追いすがる兵士を一人殺したぞ。デロス島での殺人、そいつは死刑だろうな。その通りだ。だがここで命を絶つのは違法であるから、後ほどミコノス島へ移送する。俺にどうしろと？その反逆者は死ぬべきで、彼を殺すことは正義だと思うか？あの反逆者は人々の自由のために戦っただ。いいことだ。神々から盗み、神聖な掟を破り、人を殺してもそれは死刑に値しないというわけか？俺も昔からずっと盗み殺し神聖な掟を破ってきたぞ。なったか。俺の意見はわかるだろう。もういいか？もちろんだ。それともう一つ。いつもそうだな。反逆者は北の宴会場に囚われている。明日ミコノス島へ移送される。待て、俺に助けに行かせるつもりだったのか？いや、興味はあるが、囚われている場所と理由を知るお前は果たしていかに行動するか。その反逆者に会いに行く。共通点が多そうだ。そう言うと思った。金はないが知識なら与えよう。一時的ではなく恒久的なものだから、その方がいいはずだ。それはありがたい気がする。反逆者だ。あんたの意見は聞いてない。もう十分だろ。さあついてこい。暴君にしよう。デロスに手を伸ばす者全てにしよう。デロス人は自由だ。黙らないとまたデロス人が死ぬぞ。黙っていたからこうなった。肺が血を吹き、兵士は全員死んだと叫んでやる。腐ったれ。あのライオンどもすごいな。一体何を守ってるんだ。
本当におしゃべりだな。二人とも殺されてたかもしれないぞ。そうしたら反乱軍の心に火がついてたはずだ。デロス人以外は全員海に流してポセイドンに飲み込ませてた。俺がデロス人じゃないのは分かってる。はやーんこんにちは。何なの。うん、久しぶり。ダメダメダメ、今ライブ中だから言わないで。うん、うん、はーい、じゃあまた今度お願いします。はーい、反乱軍のために命を落としたスパルタ人もそうだ。アテナイ人は富のために、スパルタ人はスパルタのために島を欲しがってる。渡さないぞ、連中は必要ない。デロスはデロス人だけで統治すべきだ。悪いが俺はこのままキーラの元へ行く。反乱軍が洞窟を出て攻撃する時が来た。もう行け、戻ってくるな。デロスの兵士が探してるぞ。かかってくればいい。すでに一人殺したんだ。またやってやるさ。今が聖なる地で血を流した。そう。ああ、アレキシオス、デロスで会えるとは喜ばしい。話してくれ、反乱軍の囚人との出会いはどうだった？過激論者だとは聞いてなかったぞ。何が過激かなど決めつけられはしない。私たちにもそういう時がないと言えるか。あんたもあんたの哲学も捨てられてた。今や私の体も哲学も簡単に担いで捨てられない。それで血を流すことなく事態を収拾できたのか。護衛がついてた。だから排除した。興味深い。盗み殺した者の命が任務をこなす兵士たちよりも価値があると思ったのか。正直奴のことは考えてなかった。反逆者はミコノス島へ戻るだろう。それが自身のためと分かればな。私たちの選択はさざ波に似ている。最初は小さく些細なことに感じるが、いずれ大きくなる。ありがとうソクラテス。どういたしましてアレクシオス、また主演で会えることを願う。期待はするな。真の知恵とは何を言うべきか知っていることではなく、何も言わずに言うべき時を知っていることを言う。
召使いよ。私はヘロディアノス。戦闘ならタレタスに次ぐ腕だ。戦争の犬どもが血を求めて吠えていたが、あんたのおかげでスパルタも負けてない。随分と威勢がいいな。共に戦おう。連中の頭蓋骨を盾で割り、心臓を槍で貫いてやるんだ。共に戦えるのは光栄だ。戦おう。A última vez que eu fiz isso, morri pra caramba. Mas acho que agora ficou mais forte. Dá pra matar, né? Meu Deus, eu errei tudo agora. Yeah.
furnace. Opa, desculpa. Oh!
95? Oh!
Okay. Oh,
Ganhou? Ganhou! Meu Deus do céu! Nossa senhora, por pouco. Bem, gente, vou cortar a nave por aqui. Valeu. Senão vai ficar muito comprido o vídeo também. Acho que já tem mais de 4 horas, né? Ok. Tchau.